いよいよオープンですね。はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今年9月にオープンした保護猫カフェニャコット。今月は第2弾。猫たちとまったりお送りします。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。松山市勝ヶ町の保護猫カフェニャコット、今日はどんな様子かな。気に入った猫は条件を確認した上で引き取ることができます。新しい家族として迎えてくれる人いないかな。昭和の古民家を改装して作られた保護猫カフェニャコット。今日はどんな出会いがあるかな。触られることに慣れてない子って触るとびっくりして噛んじゃうんですけど、でもだんだん、あ、なんか気持ちいいなって分かった時のあの瞬間ってすごくなんか、あ、嬉しいなと思います。まあ、こっちの気持ちが通じたのかなとか思ったりするので、本当に必要としてます。声かけてあげたり、慣れたりすることってすごく心落ち着くみたいです。だからなんかこうお世話のしがいがある生き物というか、まあでもある程度の距離も保ってほしかったり、本当感情豊かな生き物だなと思います。もう拗ねるし、嫉妬するし、喜ぶしで、なんて言うんだろう、ここやる前はもうお世話は365日休みがないなって覚悟してたんですけど、本当ね、ボランティアさんが来てくれたりして、来なくていい日も私がここのニャコットに休みの日なんかは、朝と晩ボランティアさんが確保できたらあったりして、休みが取れるんだ。そうそうそう、匂いが美しいです。なんか匂う、可愛らしい。男の子ですか。男の子ですね。もう可愛いこの子の尻尾が複雑な尻尾になってて、クリップみたいになってるんですよ。
ここは普段人が立ち入れない屋根裏部屋、猫たちのワンダーランドです。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは、猫ワンを応援しています。猫ワン、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、遊ばせるの相当上手ですよね。そんなことないですよ。猫飼われてたでしょ。あ、今飼ってるんです。あ、やっぱり白猫です。あ、本当ですか。うん、そうなんです。お母さん上手だなと思って。いやいや、これはプロの動かせ方だなって。いやいや、本当に。で、おうちに猫ちゃんいるけど、今日は猫カフェで。あ、そう、2人目が2人目迎えようかなって思ってて。それでご家族で。そうなんです。あ、それはいいですね。猫も、はい、つまらないかなと思って一人だったら。何歳ぐらいの子ですか？3歳、うん、男の子、女の子？女の子です。なるほど、はい、遊び好きなんですか今の黒猫ちゃん？あー、どうだろう。たまらん感じですね。ちょうどかわいい。上手、撮りますね。
手のバネを生かして振るところがやっぱり黒猫ちゃんは どこで出会ったんですか。あの、なんだっけ、道路で危なかったんですよ。なのでその子を保護しました。へえ、そう、悩んだんですよ。名前は何て言うんですか。麦です。麦ちゃん、黒ちゃんじゃないんです。でも結構な警戒心というか、はい、強くて、はい、家族以外にはほぼ姿を現せないです。なるほど。一回やめてきたことある。疲れたことある。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。いや、今飼ってる猫が黒猫のメス猫で、どうなんだ、他の猫と相性がいいかとかは全然わからなくて、好きなとか出したことがないので、近所の野良猫とかにはちょっと怒ってみたりはしてるんですけど窓っていうかガラス越しでどうなんだろうと思って、ね、人はちょっと苦手みたいなんですけど、慣れた人には なってるんです。怒っとる。そうですね、うちの場合だと1ヶ月のドライブ期間があって、うん、1ヶ月も、そう、やっぱ時間、特に先週ちゃんがおったりするとものすごい時間かかるんですよ。あ、もう1週間の中で全然あ、そうなんですね。全然慣れ、お互いお互いというか先週猫さんがやっぱり、うん、全然慣れないと思います。すごい興味があって、よっぽど相性が悪くない限り時間はかかるけど、なれはしない。べったり一緒になるならんかもしれないけど、距離保ちながら、うちも猫ひらさんいるけど、もっと嫌なそうですよね。
落としてからどうなるかわからないですので、お約束はしていただいてるんですけど、やっぱりね、100% ではどうしても悲しいですけど、トイレとかも砂とかも、うちはそのうんちと一緒に取って捨てるし、そんな毎回帰るとかじゃない、少なくなったら足すし、シーツはまあ 1匹なんですけど、1週間に2回帰るし、そこまで費用がかかるっていうふうにも思ったこともなくて、ただでもカーテンとかはボロボロですね猫によりますね、でも全然、うん、あの爪を研がない子もいるし、そこのカーテンとか登らない子もいるって言ってたし、あるんですよ、キャットタワーもあるし、爪とぐやつもあるんですけどね、猫によるんよね、あそこ朝起こされますよね。いや、うちの犬はね、意外と起こさなくて、あ、そうなんですね、いつまでも寝てるんですよ、ここにも泊まるんですよ、たまに、はいはい、心配なんですよ、はいはい、誰も起こしに来ないです、そうなんですか、気がついてないだけじゃん、あ、そうなんかそうかもしれないですでも、紛れとるんかな、気が。うちの子、あの、結構吐き戻しがあるので、あ、なの、そう、合います？ちょっとずつしか浴びてないんですよ。なので、こまめに餌をあげてるんですけど、なので、朝5時ぐらいになると、あの、カシャ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 、そこら辺を、カシャカシャ、起こして、お腹が減ったって言って、食べて、家の中ルーティン回って、また上がってきて、今度はベランダに出るとかしてって、ベランダ出して、そのルーティンが毎朝。そうですね。ちゃんとね、気をつけるね。ハンディを持つお子様へ。テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。日本ケアドッグ協会はナチュラルケアドッグアカデミーとして新しく生まれ変わりました。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなど自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフを過ごせるようお手伝いします。ナチュラルケアドッグアカデミー。猫ちゃんプチ動画コーナー。初めてのチークおもちゃと格闘しているのは生後5ヶ月の男の子、クリちゃん。首に巻いているのは傷口を舐めないようにするエリザベスカラー。赤いボール状のチークおもちゃの中にはおやつが入っていて、上手に転がすとおやつが出てきます。おもちゃよりおやつで遊んでます。
クリちゃん、今度はお気に入りの座椅子をドーム型ベッドの中に入れようとしている。どうしてもベッドの中に入れたいんだね。とっても努力家のクリちゃんでした。猫ワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。後取りですか。あ、12歳、もうすぐですね。本当本当。本当本当。あ、なんじゃん。じゃあ帰らんくていいよ。はい、お父さん。
と飼育は考えられないので、でも好きなのでちょっと見に来たとか、本当に遊ぶんじゃなくて見るだけの人とかも結構いて、静かに座ってただただじーっと猫たちを見て過ごされる方もいますね。あなたも保護猫カフェニャコットで猫たちとゆったりとした時間を楽しみませんか？猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。